ペレット切り替えに失敗しない7つの成功事例。こんにちは、きなこのお父さんです。まずペレットとは、ね、簡単にペレットなんぞやっていう話を先に話します。ペレットはね、ワンちゃん猫ちゃん、世界では当たり前に食べられている総合栄養食ですよね。コンパニオンバードの市場ではまだまだシード派が根強いのが現状です。ペレットにはね、シード類だけでは補えないビタミン、ミネラル、あとはカルシウムとかかな、栄養素がしっかりと摂取できるという利点があります。サプリメントなんかも不要になってきます。また基本的にペレットを食べていれば他のものを食べさせる必要はなくなります。仮にね、何か与えるとしてもほんのおやつ程度で済みます。それにペレットはシード類よりも消化に長けています。特に老長とかね、体の弱い子、お腹壊しちゃうみたいな子はね、修復にした方がいいです。ペレットの普及により近年コンパニオンバードの寿命は飛躍的に伸びています。我が家では主食にペレット7割、副食としてシード類を3割にしています。とね、ペレットね、あの主食にするとね、あげたらきりないほどメリットだらけなんですよ。しかしペレットって切り替え難しいんじゃないのって、ね、でもまず愛鳥がね、口にしなければ何も始まりません。そこで今回は、一度ペレット与えてみたけど食べてくれなかったとか、やってみようと思ってるけどなんだか難しそうだなーってね、思ってる方へ、ペレットへの切り替え成功への7つのヒントをお話しさせていただきます。1、小さく砕く。選んだペレットが大きすぎたり、また少し硬いものもあります。口にしてみたけど噛み砕けなかった、これネックになる場合多いです。最初はどんなインコちゃんでもシード類も硬くて大きいペレットっていうのはね、食べにくく感じると思います。最初はね、小さく砕いてあげて食べやすくしてあげましょう。そのうちね、数日であっさりと大きなものも噛み砕けるようになるものです。またハリソンにはね、粉末のマッシュタイプあります。ほぼ粉なんです。まあ、小鳥ちゃん向きかな。インコをオウムっていうのは基本的に餌丸飲みする動物なので、セキセイインコちゃんみたいな小鳥ちゃんには食べやすいでしょうね。またね、文鳥のようなくちばし形状が、ね、異なる個体の場合もなるべく小粒のペレットの方が噛み砕きやすいから食べやすいですね。2、指向性の高いペレットにする。ペレットの味をざっくり表現すると、シード類は外食チェーンの味だったとしたら、ペレットは病院食の味です。はっきり言ってシードの方が断然美味しいんです。これもね、インコが嫌う理由の一つなんです。特に味にうるさい愛鳥の場合、指向性の強いペレットから始めてみるのがおすすめです。フルーツブレンドのね、ペレットもあるんですよ。きなこはね、実は赤ちゃんの時こっからスタートしてます。それで1年かけてハリソンバードのアダルトライフタイムにしたかったので、そこに落ち着かせました。指向性をくすぐると食べてくれるかもしれませんよ。野菜、果物、次なインコちゃんはかなり多いですからね。3、最初に何種類か購入する。愛鳥の健康のために最初出費をちょっと確保してください。一度にね、何種類か購入してみて、愛鳥にどうだ、どれか好きなものを食べてみろってね、ペレットをね、選択させるってことができます。インコやオウムは味覚がね、かなり発達しているので、相当なグルメな動物ですよ。ペレットにね、慣れた子でさえメーカーによって好みが分かれます。はっきりと、きなこちゃんなんかは今ハリソンバード食べてますけど、それ以外のもの、有名メーカー何種類か見向きもしません。4、空腹時間を作る。空腹時を狙うとあっさり食べてくれるかもしれません。あなたもお腹が空いていれば何か食べるものないかなってね、冷蔵庫とか戸棚を漁りますよね。でね、甘いものがあんまり好きじゃない方でも、なんだクッキーしかないやって、ね、あ、でも食べないよりマシだなってね、クッキー食べました、普段口にしないクッキーでも、あれこれ意外と美味しいなって感じる時ってあるじゃないですか。これがね、
空腹時の差額なんですよ。5、ペレットの比率を徐々に増やしていく。朝昼はねシード類にする、で夜だけペレットにするんですよ。比率を変えるところから始めると、これがペレットを食べるきっかけとなるという可能性もあります。ここでね大事になってくるのはやはり空腹時間を作ることです。お腹すいたなあ、あんなまた夜ご飯ペレットかっつってね。でもね腹ごしらえしないと眠れないしな、ちょっと口にしてみようかな、あれペレットあれお意外といけるやんみたいなね、そういう演出をしてみてください。6、あなたの手から与える。あなたの手からだと意外とあっさり食べる場合あります。だって信頼するあなたがくれるんだもん、あなたを信じて食べてくれるっていう可能性はね高まりますよ。7、あなたが食べたふりをする。パク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 って、うわーきなこちゃんこれおいしいな、ね、あなたが表情豊かにもぐもぐもぐってね食べてみせるんですよ。これはね子育てと同じです。我が子にオーバーリアクションで仕掛けてね、子供騙しじゃありませんが、おもちゃを見せたりとかね振り向かせるために、信頼するあなたがね餌を食べたら、じゃあ僕も私も食べるとなるんですよ。以上、インコのペレット切り替えに失敗しない7つの成功事例でした。体重が著しく激減しない限り、気楽に構えて我慢比べですよ。あの手この手で駆使しても全くね餌を口にしないよってなるとね、これはかなりの頑固者。それでもゆっくり焦らず慌てずに、愛情のね健康のためです。切り替え失敗の要因っていうのはインコ自体の問題ではほとんどないです。あなたのね切り替え方法に問題がある場合がほとんどなんです。だからかわいそうだとすぐに断念せずに、根気よく粘り強くです、共にね愛情と乗り越えるんだっていうね強い信念を持って、健康にいいペレットに切り替え頑張りましょう。あなたの愛情はペレットが主食ですか？